海道大学ニコンイメージングセンターは大学や企業といった垣根を問わず顕微鏡の利用を希望する全ての研究者に最先端の顕微鏡設備を提供するといった目的で設立されました。現在に至るまで非常に多くの方が顕微鏡の利用に来ております。従来はイメージングはなかなか高解像度の絵が撮ることができない、あるいは2色あるいは3色までは撮ることができても4色を同時に見ることは難しいといったような限界がありました。でこれでは今ですね、このように4色同時、こちらの顕微鏡画像は細胞の中で細胞核、ミトコンドリア、微小管、そしてアクチンをそれぞれ4色で観察したサンプルになります。一本一本の微小管が非常に鮮明にご覧になれるかと思われます。ミクロの現象を可視化するとなりますと、それこそシグナルなのかノイズなのか、この検出と見極めが非常に難しいというのが実情でした。当センターの顕微鏡では今まではシグナルとノイズの見極めができなかったものも確実にシグナルとみなすことが可能となります。今までは全く無理であった観察が当センターでは可能となってきておりますので、ここから新たな、科学現象の解明、このようなことも可能であると私は信じております。